you
カ君、大丈夫？怪我はない？千歳さん、大丈夫だよ。だってまだ戦闘してないし。あら、あんたどうしてここにいんの？さあ。さあって何よ、あんたボケてんの？アルカに入信しちゃったんだよね。そうなの、競技の一環としてここで奉仕活動をすることになったのよ。へえ、そうなんだ。頑張ってるんだね。あら、そんなことないわ。だって私も到着したばかりだし。ちょっと、私を無視？こういう扱い嫌い。いい加減にしないと。何すんのよ、あんた。敵ね。もう黙ってろよ、ルカの野郎。いい雰囲気だろ。そっとしとこうぜ。ヒンデ。でもあなたなら大丈夫よ。だってお強いんですもの。僕が？そんなことないよ。いいえ、私は知っているわ。あなたは強い。必ず生き残るでしょう。そうなのかな。じゃあ僕も自分の力を信じてみるよ。でも油断してはいけないわ。転生者には前世であなたに敵対していたラティオの出身者もいる。中には強力な戦士もいるかも。もし勝てそうにないなら、あなただけでも逃げてちょうだいね。何よそれ。まあいいけどよ。ありがとう、気をつけるよ。それじゃあそろそろ行かないと。そうね、また会いましょう。嫌な感じ。あかんべーだ。コーダもあかんべーするのだ。なあルカ、あの子、お前の前世がアスラって知ってんのかな。さあ、言った覚えはないけど。でも彼女から何かを感じるんだ。何かを。ぬっす。さあ行こう。うわあ、もう決着さ悪い。
Thank you.
聞こえない！報酬券！
Thank you.
ちょっと変じゃない？戦場とはいえ人の命を奪ってんのよ。あんなに戦場に出るのを怯えてたじゃないの。人を殺してそして高笑いなんて、あんたどうかしてる。そんな僕は、だってその君が素晴らしいわ。さあ、私の見込んだ通り、あなたは強い人ね。ありがとう。でも、おい、ここは戦場だぜ。非戦闘員がうろちょろするところじゃねえだろ。そうね。でもつい引き寄せられちゃったの。強い殿方に寄り添いたい、私の本能の部分がね。はあ？あんた、おめでとう。あなたの活躍でガラム兵は退いたそうだわ。本当におめでとう。おめでとうございます。こたびもラティオをお退けになられましたね。当然のこと。いちいち喜んでおられんな。ですが、嬉しそうにお見受けいたしますわ。アスラ様が嬉しそうだと、私も。伝令、軍議だ。イナンナを呼べ。昨夜、お前は兵をまとめて
すぐさま移動できる準備をしておけ。またあの女と軍議。私じゃない。あの女と。いけない。邪念を捨てねば。アスラ様のおそばで、死神は禁物。そう。私は彼の部下。ただの、部下。でも、現世では、違う。影から見ているだけなんて、もうごめんだわ。にゃっ！お？どうしたの、イリア？あのね！とにかくここを動かないと、ほらあれよ、忙しくなるでしょ、いろいろと。そうだな。俺たちも一旦戻って体を休めておこうぜ。そうだ、食うことを怠ってはいかんのだ。しかし、そうですわね。では拠点にて皆様をおもてなしさせていただきます。あの、イリア。何よ！ごめんね。君の言う通りだよね。え？僕、変だった。昔から憧れていたアスラになれて嬉しかったんだ。強靭な肉体と達人級の剣技を駆使し敵を倒していくのが、だんだんと快感になっていったんだ。ああ、そのことね。確かに不謹慎だったと思う。もう言わないよ、あんなことは。ああ。ふん、素直じゃないの。今後気をつけなさいよ。じゃ、行こう、ルカ。そういや、初めて名前を呼んでもらえたような。火の手が上がってる。とにかく行ってみよう。
覚えのある立ち筋だ。こいつ強え。多分俺たちよりもな。あなたは こいつヒュプノスか。死神のヒュプノス。ルカ覚えてるか。あのそのアスラか。あの僕ここと同じような戦場であなたと戦ってあなたを倒して、その勘違いするな。俺は俺の仕事をするだけだ。仕事って僕らを殺すことなの？野営地奇襲の目的は糧食の焼き打ち、そして正規軍指揮官の暗殺。戦場からガキや女を追い散らすのは契約に入っていない。だから邪魔立てするな。待って待って、ねえ、前世の恨みで銃向けてんじゃないのよね？だったらさ、話聞いてくんない？断る。言ったはずだ、ガキとのおしゃべりは仕事のうちに入っていない。俺は仕事熱心な方でな。いいじゃん、ちょっと聞いてってば。私たちさ、前世の記憶を持った人に会って回ってんのよ。よかったらさ、一緒についてきて。で、全然そんな気なさそうね。参ったなこりゃ。などと緊迫した雰囲気など気にせずに登場する俺。いや楽しそうだね。こういう楽しそうな光景に嫉妬の念を覚えちゃう俺としては全てをぶち壊したくなるわけでして。何こいつ、あんたの知り合い？アスタ、貴様は奇襲作戦のメンツには入ってなかったはずだな。おっと、人の工場を遮る礼儀知らずのバカ発見。罰として殺しちゃっていい？脳内裁判で問答無用の惨殺刑でいいと判決をいただきました。いただいちゃいました。緊急時なので控訴は却下だポン。貴様、何が目的だ？略奪でもしに来たか？さてさて問題です。俺は何しに来たんでしょうか？1、花を摘みに。2、夜空が綺麗なので散歩。3、奇襲部隊への伝令。いやいや、しかし3番。ブブー、まだ問題の途中です。正解は
4番。手応えのない雑魚殺しに飽きてディカルド氏を相手に楽しもうかなと刃物持参で表敬訪問でした。貴様、傭兵部隊の面よおしめ。いいだろう、軍法に代わって俺がお灸を据えてやろう。あのルカのおバカ、ほっときなさいよ。そうだぜ、逃げるなら今しかねえって。行け、ガキども。あの、はい、すみません。では、ここまで来りゃ安心だろう。しかし、何あいつ、リカルドって人？違う、あの気持ち悪いやつ、なんか鳥肌立ったもん。変なやつだったな。イリア怯えて震えてたぞ。しかし、でも、なんだろうな、あのハスタってやつだが、初めて会った気もしねえんだよな。そうなの？でも、あんな強烈な人、一度会ったら忘れたくても忘れられないと思うけど。鏡見なさいよ、鏡。きっと思い出すんじゃないな。似たような顔が映ってるかも。ほう、言うじゃねえ。ってことは、俺も鳥肌もんか？いやー、ゆら！行ってしまうの？あ、うん。逃げるなら、今しかないと思う。そう。寂しいな。一緒に来る？げ、また二人の世界かよ。いい女なんだがな。ううん、ごめんね。はあ、つまんね。そう、残念だな。かよ、ぬるいぜ。また会える、きっとまた。あのさっきのは、その別れの挨拶みたいなもので。いや、俺は別にどうでもいいんだがよ。そろそろ行こうぜ。そうですわね、参りましょう。スパーダさん、あのルカさん、あのご婦人を追っかけてってもおよろしいのですよ。ねえ、イリア、その口調超不自然だよ。さっきのはそんな大した意味はないんだってば。そうよね、全然珍しくないよね。あんたとスパーダがやってたって誰もなんとも思わないもん。どんな状況だよ。うわ、お前も想像するな。ああ、もう、とりあえず、ここから出よう。ふんだ、先に行くからね。
プリプリしすぎだぜ。ルカ、ほら、イリアなら見てないぜ。あ、ダメだ。顔がにやけちゃうよ。僕、女の子にキスされたの初めて。だろうな。さあ、とっとと顔を整えろ。行くぜ。次はどこに行くんだっけ？なんだか疲れてきちゃったな。